You're listening to Shibuya Cross FM. Making friends with radio and outdoors. Can you guess what we'll listen to next? Camp. That's right. Camp Festival Radio.4月9日、時刻は5時を回りました。いよいよ今日からスタートしました目指せキャンプフェスラジオ。こんにちは、ナビゲーターのゆうきです。よろしくお願いします。渋谷の天気は今日は晴れ。今日多分春休み最後の方々すごいいると思うんですよ。人がすごい、お客さんもすごい。ありがとうございます。今日すごいですね、ほんと。多分大学生とかみんな春休み終わるとか、多分新学期これからね、皆さん始まったりとか、多分いろんな気持ちで今日を皆さん迎えてるんじゃないでしょうか。そんな感じで今日からキャンプフェスラジオが始まってまいりました。この番組はキャンプフェス開催を目標に、キャンプフェスなどに関わりのあるゲストさんをお招きして、さまざまなお話を伺っていくアウトドアラジオ番組です。リスナーの皆さんと一緒にキャンプフェス開催を目指していきましょう。番組公式 SNS ハッシュタグキャンプフェスラジオでは、最近行ったキャンプの写真やお気に入りのアウトドアグッズなどの画像を募集しています。みんなでワクワクをシェアしていきましょう。渋谷クロス FM からお送りしています目指せキャンプフェスラジオ。それでは今日一緒に番組を盛り上げてくれるメンバーを紹介いたします。大峰啓太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケイティさん、だいぶ見切り発車で始まっておりますこの番組見切ってます。全然全然、でもなんかこうやって改めてブースに入るとやっぱテンション上がるなっていう感じがありますね。結構人の通りも多くて、なんだろう、ラジオやってるな感というか、うんうん、すごいなんか始まったんだなっていう感じが、なんかこの新学期のこういうタイミングに始まるっていうのがいいですよね。新しいなんか始まるタイミング的に、うん、そしてもう一人、はい、岩隈俊介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俊さん、いやーなんかこれケイティさんに、あ、ケイティさんでいいですか、番組的にお呼び名は。ケイティさんと俊さんでいいですか。俊でじゃあいきます、はいはい、ケイティさんになんかこういうラジオ局あってなんかやりませんかって言ったのがちょうど2ヶ月前ぐらいなんですよ、うん、さっき調べた だから結構キンキンにスタートして、そこからトントンと話が進みなんだろう、いろいろ準備もしつつわからない部分もありつつ今日ここにたどり着くっていう、うん、なんかふわっとしてる部分もあるんですけど、うん、なんか楽しいラジオになるんじゃないかなと思ってます。いや、楽しいラジオになると思います、まあ、やりながら作っていけばいいかなっていった部分がすごい多いので、うん、なんかリスナーの皆さんにアイデアいただいたり、ゲストの皆さんにいろいろ教えていただきながら番組を作っていければいいかなという感じですね、うん、ありがとうございますっていう感じで、はい、私も決まったの3月そうですよね、そうですね、オーディションでね。そうなんですよ、選んでいただいたんです。そうなんですよ、まさかので。はい、初めましてですからね、僕らは。そうですよね、はい、初めまして。 あったのが1ヶ月前ぐらい、いや全然経ってないと思います。初めましてっていうところから始まって、だから会うの2回目リアルには2回目2回目ですよね。オンライン1回挟んだぐらいで。そうだ、はい、そうですよ、はい。ね、なんかチャレンジ、結構なチャレンジですよね、よくよく考えると。走らないとわからないから。そう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 ですよね、うんうん、いやでもすごい楽しそうだなっていうところから、うん、私も始まって、うんうん、なんか本当に私はオーディションの時もお話ししたんですけど、うん、キャンプもフェスもど素人ですっていう、うん、でもキャンプすることもすごい大好きだし、うん、音楽も大好きだし、知らないことはたくさんあるけれども、うんうん、こう一緒に勉強しながら作っていきたいっていうすごい気持ちがあったから、はい、なんかね、こういう番組に携わせてもらって、うん、なんか1年後のキャンプを、キャンプフェスを決まってんすか、これ1年後決まったんですね。言っちゃいけない。ダメ。真剣にやんなきゃって今引き締まりました。引き締まりました。
1年後かなっていう気がしちゃったんですけど、はい、そうですね、まあそれぐらい大体ね、大体ね、はい、ぐらいのところでキャンプフェス開催を目指しちゃうっていうところが目標でやりましょう。設定するの大事ですからね、気持ちの問題気持ちの問題まあでも僕らもそこまでこのフェスのプロではないので、キャンプもそうですし、だからここのみんなでいろんな人の話聞きながら勉強しながら成長していくっていうラジオで合ってました。いいですね、あってもさあですよねそういうのがあってもいいですよね。そうですよね、で実際目指すと、今年は俺まだ1回もキャンプに行ってないんですけど、最近一番シュンが行った言ってよかったキャンプ、キャンプ場、キャンプ場ですか。僕も最近行けてないっちゃいけないですけど、今度行くのは、あの相模原の方にあるこの正和キャンプ場ってところがありまして、そこすごいいいところですよ。今度3回目かな行くの、で結構近いですし、行くのも、行きやすいし、あの環境もすごい整ってる場所なので、で川がすぐにそばに流れてて、そう、そこはおすすめですね。ケイティさんどこありますか。最近は僕も行ってないんですけど、それこそこの後ゲストで出てくださるウィンフュージョンデザインの方が仕掛けてらっしゃるフジアンドさんに来月の放送日に、ちょっとそうなんですよ、ケイティさん行っちゃうんですか。ケイティさん最初の、ね、時にね、2回目実は僕らいないんです、ちょっと待ってってなって僕らですからね、はい、僕もそうなんです、僕もなんですよね2人急にいない急にいないんですよね、すみません、衝撃でもその藤井さんが結構自分の中ではもうなんか年間の行事の一個になってきつつあるので、僕がこのフェスとかに興味持ったきっかけのフェスでもあるので、この後なんかすごく掘り下げていろんなことをお聞きしたいなと思ってます。そうですね、本当ですよね。ゆきさん本当に行ってないんですか、キャンプとかそういうの。え、行きますよ行きます、行きます、これから行ってます。あ、行ってます。なんか丸ごとのキャンプグッズを全然持ってなかったので、結構丸ごと貸してくれるところを友達が運営してて、でそれが埼玉にあるんですけど、埼玉 の、 あのそこに行ってっていうのはもう3回ぐらい行かせてもらって、もうグッズ全部借りてとか。全部借りれるんですか。全部借りれます。もういろんなメーカーのいろんなものを試せて、でそこでこう、はい、もう立ててみたいな感じでやらせてもらったりとかはしてますし、私結構ちっちゃい頃から、あのバーベキューとか大好きで、毎週川にいたみたいな、野生児じゃないですよ、野生児じゃないんですけど毎週川にいたよみたいな、バーベキューしてたよみたいな子供だったので、結構外でもう本当に自然と遊ぶとかバーベキューするとかはずっと子供の頃から大好きだったんですよ。なんかおしゃれなギアがない時代からやってたみたいな、でキャンプこんな流行ってきておしゃれなギアとかできてきたんですけど、もうそういうのはすごい大好きなのでやってて、やっぱなんかこのキャンプフェスラジオが決まってから、だから自分の中でキャンプブームが来たのか、誘われることも増えて、いい、そういいきっかけで、来月ふもとっぱら、おー、いいですね、行ったことないんだよね。そう、予約もう友達から LINE でもう、あの予約取ってみたいな、その日で行くよっていう風に呼んでくれたので、取れた、取れました、あ、取れました。なんか土日は難しいんですね。敬語タメ口どっち、それ今決めますそうそうそう、なんか混ざってんなと思って、タメ口でいいんじゃないかなとか思って僕的にはあの、まあ、あの年下なので敬語が基準になってはいます。わかります、わかります、はい、そうだね、はい、じゃあ混ぜ混ぜで、安定の混ぜ混ぜでいきましょう、はい、だんだんタメ口になっていく、今決めることじゃないか、ポイントによってはタメ口だったりするかもしれないですよね、はい、そうしましょう、じゃあ、はい、5回目ぐらいではじゃあタメ口で、はい、5回目ぐらい、ね、徐々に徐々にそして、まあ、今日のテーマなんですけど、最近行ってよかったアウトドア施設ということで、皆様からのメッセージを募集しています。キャンプフェスアンダーバーラジオのインスタグラムアカウント@キャンプフェスアンダーバーラジオまで、たくさんのダイレクトメッセージをお待ちしていますということで、施設、はい、施設、でもそれって別にキャンプじゃなくてもいいんだもんね、川下りだっていいだろうし、アウトドア、アウトドアっていう広い括りでね、確かに確かに、そう、番組の公式 SNS ハッシュタグキャンプフェスラジオでは、最近行ったキャンプの写真やお気に入りのアウトドアグッズなどの画像を募集しています。みんなでワクワクをシェアしていきましょう。シェアしましょう。これあれですね、来なかったら寂しいのでですね、なんかもう本当に全員送ってくださいぐらいで全員送ってくださいですね、はい、全員やってください、聞こえた人は言ってくれみたいな、確かに確かに、ね、ですよね、うんうんうん、
どうなんですかね、このさっきこのまさわって言ったんですけど、うん、なんかキャンプでフェスもこの番組あれじゃないですか、だからそのフェス会場とかも教えてほしいかなっていう、ここフェスできそうだよとか、うんうんうん、なんかそういう僕ら目指すわけで、うん、なんかそういう施設も知りたいですよね。知りたい知りたい、うんうん、ぜひぜひ、はい、お待ちしております。お願いします。Can you guess what we'll listen to next? That's right. Camp Festival Radio. FM から勇気がお送りしています。目指せキャンプフェスラジオ。それでは記念すべき最初のゲストをご紹介したいと思います。インフュージョンデザインイベントディレクターの松本さんとアシスタントディレクターの小谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。お二人のお仕事のご紹介をしていただきたいと思うんですけれども、はい、僕らはですね、はい、音楽イベントとか企業さんのイベントも含めた企画制作、運営まで、はい、1から10までですね、している会社ですね、はい、もう結構丸ごと最初からそうですね、もう本当に予算管理とか企画含め本当に全て最初から最後まで、うんうん、で、まあ、本当に場合によっては本当に誘導ボイプを持って走り回るところから、ね、はい、全てやらさせていただいてます。本当全てですね、はい、もうじゃあセットとかも考えてみて、舞台のセットとか、あ、そうですね、まあ確かにいろんなプロフェッショナルの方がいるので一緒に考えさせていただいて、うん、そこで提案させていただくとか、はい、なるほどね、そうですよね、うん、全部やってます全部、はい、まさかなんか大きいじゃないですか、やっぱフェス、はい、音楽のフェスっていうと、はい、そしたらもうご飯屋さんとかも含めてっていうことですか。そうですね、はい、このフェスだったらどういったテーマでどういう人たちが来るといいな、子供がいるからこういうところもとか、そういうことも含めて、はい、すごい面白いですけどね。なんですね、なんかですね、この初回にこの二人に来たってめちゃめちゃありがたくないですか、うんうん、行き当たりばったりでね、はい、メールをさせていただいて、はい、ありがとうございます。いや本当に僕が普段行ってるフェスさんだったので、フェスさんって言い方が正しいかなフェスさんわからないんですけど、フェスさんだったんでね、やっぱキャンプフェスラジオって言ったところの第1回目のゲストにはやっぱふさわしいというか、もうとてもありがたいお二人に来ていただいて、いや、もういろんなことを聞きたいことがたくさんあるんですけれども、本当にそうですね、僕今日はちなみにT シャツ着ている、気づきました、思いました、ありがとうございます、はい、これもう今日だ、はい、今日だなっていう、ね、今日だな、まさに着替えしてきました、キャンプフェスラジオのね、スタッフが着てくるの忘れちゃいました、すいません本当気づけたね、このですね、見えますかね、これそこ、うん、もうですね、そう、このフジアンドさんっていうフェスを作ってらっしゃる、うんうん、はい、会社さんということですよね、はい、そうですね、はい、じゃあこのフジアンドさんっていう今ワードが出たので15秒のスポットがあるそうなのでご紹介させていただきたいと思います。富士山のふもとで音楽に包まれるキャンプフェス、フジアンドさん、エゴラッピン、離れ組、アジアンカンフージェネレーション、木村カエラ他豪華アーティストが出演、詳しくはフジアンドさんで検索。めちゃくちゃ楽しそう。楽しいです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 。めちゃくちゃ楽しそうですね。楽しい。現場は本番は土日なんですけど、うん、私たちは火曜日から、まあ、祭壇こう入って、長い1週間なんですけど、めちゃくちゃ最高の1週間です。
タッフさんで参加してても楽しいってやっぱすごく感じる。そうですね、やっぱり現場が楽しいのでっていうのが一番ですかね、また場所がすごくいいんですよ。いや見ましたよ、富士山の元で空気もいいし、めちゃくちゃいいです。場所大事ですもんね。大事ですよね、やっぱ。そうか、あのテントも張れてっていう、なんかそういうとこってなかなかなくないですか。あそこすごいぴったりだなっていうのはめちゃめちゃ思いました、ね。はいはい、結構キャンプフェスっていうところは結構注力しながら、このテントじゃない人たちもいるんですか。テントじゃない方も、はい、いらっしゃいます。まあ、その近くに富士市内の、まあ、宿泊施設にこう行かれる方もいるので、全てがキャンプフェスっていうわけじゃないんですけど、ちゃんとやっぱり音楽もフードも全部楽しみながら、そこでこう一泊して、はい、全てを楽しんでもらうためにちょっとキャンプフェスっていう形で。最高ですよね。その富士&さんでいうと、最初 の、 その、 あの立ち上げのきっかけとか、そのターゲットっていったところはどういったところをイメージして立ち上げられたんですか。そうですね、立ち上げがちょうど1回目が2019年なので、コロナ挟んでしまっているので今年で、はい、4回目っていうところなんですけど、もともとはあの、まあ、うちの社長が、まあ、イベントをしながら、今回主催であるこのワンワンっていうところもで、まあ、活動させてもらってて、何かフェスしようよっていうところで、はい、そういう流れなんですね、はい、何かフェスしようよ、しようよでもこの規模規模感がすごいですよね。できちゃうのみたいな、すごいですよね。なんかもうこのフェスをやるにあたっての大変だった話とか聞きたい。めっちゃ聞きたい。ちょうど去年がめちゃくちゃ大変で、去年、はい、ちょうどですね、もう火曜から準備してじゃあ金曜日ですと、はい、よし明日本番だっていうところでみんな、まあ、最後の詰めでちょっとこう一呼吸置きながらっていうタイミングで、あと天気予報が悪くなるぞと、でここがもともと結構本当に晴れマークでもいきなり雨になったみたいな、標高1000メートル以上の普通に山なんで、山の天気って感じですよね。で昼間に予報を見た時にやばい嵐が来るぞと、みんなどうすると、だからちょっと補強して明日に隣に準備しようとっていうところで一回スタンバイしたんですけど、ちょうど夜中にもう雨風強い嵐が本当にちゃんとやってきて、でもう雨降る中もう心配でちょっとステージの方見に行ったら、突風が吹いていて、はい、ステージがこう傾き出して、うわ怖い、これ明日できなくなっちゃうからどうしようと思って、もう2時ぐらいだったんですけど、はい、ステージの夜中の2時ってことですね、はい、夜中の2時です。私も急に電話来て、はい、でそのワウワウの人を起こしに行って、はい、その時間にやばいです、もうみんな起こしに行って、はい、どうしたどうしたみたいな。舞台監督さんがもう今年70歳ぐらいだったんですけど、しゃ起こして大丈夫ですか。いやもう危ないんで、とりあえずみんな集合してくださいって言って全員呼んで補強して、まあ、でもやっぱりもう装飾とかも飾っているので、はい、明日できんの、いや何とかしようって、みんな夜通しで何とか準備して少し遅れてしまったんですけど、ちゃんと安全も担保した上でオープンできたっていうのがすごい、かなりしびれる話でしたね。プロたち、プロたちですよね。その70歳の舞台監督さんも大丈夫でした、はい、大丈夫でした。あ、よかった、あよかった、ちょっと心配だった起こしたけど大丈夫だったのか、確かに全然もう体力的に平気だったと思う、はい、もう全然笑ってました。すごいプロですね、経験値が、はい、経験値がプロですね、すごいですね。いやすごい、やっぱそういう天候のアクシデントはね、やっぱついてもありますよね、自然相手ですもんね、はい、やっぱりキャンプっていうと大体天気が心配ってなっちゃう、うん、確かにじゃないですか、しかもフェスですからね、ね、開催で安全がね第一ですもんね。そうですね、はい、その中でそれは結構しびれますね。そうですよね、なかなかしびれました。ただ次の日はちょっと天気も回復したので、無事に2日間できたことが本当に良くて、はい、なんかあの経験も次に生かされるので、でも嵐はビビりますね。私4歳の子供がいるんですけど、やっぱちょっとしたキャンプでも嵐とかっていうと、これちょっとやめとこうかなみたいな、小雨ぐらいでギリみたいに思っちゃって、すごいドキドキするから、やっぱこういうフェスとかになかなか子連れで挑めないっていうのは天気問題結構ドキドキする部分があって、なんか避難できるところとかすごい考えちゃう、なんかできん、いけんのみたいな、実際いけるとかすごい思っちゃって、そのあたりは僕らもすごく意識しているので、前回はその前日でしたけど、やっぱ当日に起きたことを考えたときにどこにお客さんを連れていくべきかとか常に意識しています、会場さんと一緒になってという形で、す
ちょうど会場がね広いからね、端から端までみたいな、端から端まで回るだけでも我々も結構くったくたになるぐらい、ね、はい、しかも雨の中でみんな歩いて、ね、移動したり、うんうんね、前回それ僕ら行ってますからね、まさか あの裏でこんな大変なことがあったとは。1時間経って外でオープン待ってたもん俺、オープン押してます、オープン押してますってこんなことが起きてた。お客さんで行ってたら入れたらイエーって感じですよね。雨とかは大丈夫だったんですか、行った時は。ちゃんとずぶ濡れでしたよ。もちろん、もちろん、でも そこまで含めてかなっていうのがあって、本当そうです、ね、それも楽しかったです。雨がっぱ選んでるもんね、行く時、ね、どのカッパにしようかなみたいなのも含めて、前提で自然が相手だと仕方がないよね、それはね、ついて回るもんだからね、ずぶ濡れはね、もうしょうがないですよね。小谷さんは今、お仕事で言うと、はい、役職で言うとアシスタントディレクター。そうですね、アシスタントで。逆に、はい、その普段やってらっしゃるそのアシスタント業務というか、はい、そのお仕事のことをちょっとお聞かせいただきたいんですけど。そうですね、はい、まあ、全体的にアシスタント業務なんですけど、ジャンドさんに関してはコンテンツ管理っていう、コンテンツ管理も、はい、まあ、全体制作もしつつコンテンツの管理っていうのもしていて、先ほどお話に出た飲食出店とか、うんうん、アウトドア出店とか、うんうん、あとアクティビティとかキッズコンテンツとか、うん、そういった音楽以外の、まあ、コンテンツとかの、まあ、管理をしてたり。なんかジャグリングのブースみたいなの出てましたよね。あ、大道芸です、ね、大道芸のブースみたいなのありましたよね。体験できるみたいなところありましたよね。うちの子がずっとそこに行ってましたもんね。ずっとそこへ、うん、でもああいうのがあるから多分家族で行きやすいんですよね、うん、なるほどね。なかなかフェスって敷居高くて、そう、子供連れていくにはなかなかきついなと思うんですけど、フジ&さんの何でも OK 感というか、なんで皆さん家族で来てください感みたいなのがやっぱり僕ら世代、僕40です過ぎてますけど、そこのなターゲットに刺さるんだろうなっていう、うん、今からちょっと40過ぎて、まあ、な大きめの、ね、有名なフェスにいきなり乗り込んでいくのはちょっと俺は怖い。わかります、わかります。なんか初めてで行っていいんだろうかみたいな、なんかいいよっていう窓口が広いと結構行きやすいっていうか、なんか音楽とか全然知らなくても、あ、さすがに知ってるよ、聞いたことあるよとかがあると入りやすいとか、なんかその音楽わかんなくてもちょっとしたそういう遊び場があったりすると子供連れて行きやすいなとか、全部逆に舞台、私とかたちは舞台前に行きたいけど、音怖いとかいう問題が出てきたりする子供って、そうすると遠くで見れる楽しみができるとまたそれも楽しめるとか結構あったりして、そうするとなんか後ろの方にこう目が行くっていうんですか、今まで後ろの方の席に考えたことなかったけど、あ、子供生まれて後ろの方がいいんだみたいな、後ろの方の楽しみとかできちゃうみたいなこと考えちゃったりすると、なんかそのキャンプフェスのこう選ぶ基準結構年齢によって変わってきたなみたいなのもすごいあって、うん、そういったなんかターゲットとかって結構意識してらっしゃったりするんですか？うん、してますね、はい。やっぱりその藤原さんだとやっぱ家族連れの皆さんとか、うん、30代40代の方に来ていただきたいなっていうのを意識してたり、はい、今年でいうと結構若い方たちに向けたチケットの販売とかもしてるので、まあ、基本的にはその年齢問わずどんな人にも来ていただきたいなっていうのはあるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんもう絶対来れたら行けたら、一応舗装してあるんですよね、道はコンクリートなんで移動はできる、ベビーカーから、ベビーカーとか、すごい、はい、すごいすごい、行きやすいですね。そうですね。でも本当にじゃあお二人は本当お仕事される前からキャンプとかフェスとかが好きだった、もともとちょっと僕個人的な話になっちゃうんですけど、もともとバイクに乗っていて、うんうん、で、まあ、ちょうど親父も乗っていたので、なんか家族で一緒に週末どこかとりあえずバイクで走ってキャンプするみたいのが結構習慣になっていたので、じゃあバイクに積んでみたいな、そうなんですよ、ちょっとどのぐらいこうコンパクトに行けるかって、はいはいはい、荷物持たず少しだけ持って、はいはい、ひたすら走ってキャンプする、かっこいいですね、めちゃめちゃいいですね。じゃあもうキャンプ場とかじゃなくてってことですか？あ、でも行けそうなところ、オフ会じゃないんですけど、うん、やっぱバイカーさんが集まるイベントみたいなので、まあ、それを目的地にしたり、まあ、何もないところももちろん行ったりするんですけど、まあ、それでちょっとキャンプは結構親しんでたんですけど、
僕らというとどっちかというと何もこうとりあえず泊まれればみたいなんですけど、うんうんうん、今のキャンプスタイルっていうのは結構ギア一つ取って、うんうん、こだわりが合ってるかな、うんはいはい、他のキャンプイベント行くと分かると思うんですけど、うんうん、なんかもうテントの中にあのストーブがあったり、はい、ますよね、なんか冬とかこたつあるみたいな、そうそうそう、いますよね、あれ家かなみたいな、家かなみたいな、ね、おしゃれな棚とかあっちゃってみたいな、あれそうなんですよ、ね、どうやって持ってきたんだろうみたいな、すごいありますよね、ありますよね、椅子、あれ椅子もすごいんだけどこれみたいな、どうなっちゃってんだろうみたいなやつありますよね、うん、やっぱちょっと快適さっていうところに皆さん結構、うん、はい、確かに確かに、うん、だんだんギアが増えるんですよね、それで僕ももう車の中パンパンになって、ね、なんかでもちょっと違うなみたいなのがあって、で友人もそうですよ、なんかあのすごいキャンプ好きの友人がいるんですけど、あの最近レンタル倉庫みたいなの借りれるじゃないですか、1個が全部アウトドアグッズのために家に置けないから、なんかテントとかも増えて、やっぱ子供が増えるとテント大きくなって椅子も増えてとか、だから一つがキャンプ用に借りてるって言ってました、贅沢とか思ったけど、憧れますよね、1個開けたらキャンプ部屋みたいな、憧れますよね、小谷さんキャンプは、まあ、私は今の会社、今の仕事してからぐらいですけど、うん、まあ、でももともと地元地方なんで、あの自然の中で育ってるっていうのはあるので、アウトドアとかはもともとすごい好きですね、めちゃめちゃいいですよ、元からやっぱお手好きなんです ね, ね、そうですね、音楽とそのアウトドアとかはすごい元からずっと好きですね、音楽とも、音楽と外の空気だけでも最高ですよね、そうなんですよ、そこでビール開けたいです、そうなんですよ、ね、音楽とアウトドアとお酒好きなんで、うん、フェスなんですよ、いいですよそこなんですよね、そうですよね、はい、最高です、やっぱじゃあそこでビール開けるフェスやりましょう、やりましょう、ね、頑張りましょうビール開けたいだけかと思ってそのうちここで開け始めるかもしれない、そうですよね、そのうち行けるかなみたいな感じになってちゃうんですね確かに確かに確かに、そっか、でもやっぱフェス作りへの思いみたいなのはすごいやっぱ強いんですかね、谷さんも松本さんも、うん、いや、そうですね、強いですし、うん、やっぱ僕らその作り手側になると、うん、どうしてもちょっと目線が変わってきてしまうんですよね、でいくつもやってみる、やるとちょっと効率とか時間とかに追われるとっていうところになりがちなので、やっぱその来てもらう方たちの目線にどれだけ戻ってどうなったら楽しいかっていうのを、そうですね、まあ、できる範囲考えて、はいはいはい、頑張るみたいなところは意識してますね、それできそうで意外と難しくなってきますかもね、だんだん、ね、慣れが出るとどうしても、はい、ちょっとルーティンになってしまいがちなところを、なんかちゃんとコンセプトに合わせて、どうしたらお客さんが楽しんでくれるんだろう、来てもらえるんだろうみたいな、うんうん、空間作りっていうのはすごく一つ一つ意識しないと伝わってしまうんですよね、やっぱその一つコンセプトっていうのが大事になってくるんですかね、こういうの作るそこがもう主軸になっちゃうんです、やっぱりその誰が何をしたいかっていうコンセプトがないと絶対崩れてしまうので、うんうん、そこはちょっとイベントにおいて大事なポイントにはなってきます、ね、なんだっけ、ストーンステージだっけ、たまたま俺あの横で聞いちゃってたんだよね、はい、ストーンステージの人たちが話してるのを横で聞いていて、うんうん、ここのステージをどういうふうに作ったんですかみたいな話をしていて、うん、曖昧さみたいな感じで言ってて、曖昧さみたいな、なんかどこが客席でどこがステージでどこが音楽が鳴ってる、これは正しいかどうかわからないんですけど、そういうの話をしていて、あ、やっぱ一個一個のステージにちゃんとコンセプトを求めてそこに対して動線を引いてるんだなっていうのが、おおって思いましたっていうだけなんですけどすごいの話を聞きました、そうそうそう、たまたま聞いたんですよ、ジャンドさん自体も多分その、はい、まあ、ステージ前っていうのはさっきおっしゃってましたけどありますけど、どこにいても結構音が聞こえてくるんですよね、だからそのお客さん一人一人の自由な楽しみ方みたいなのをなんか見つけてくれたらいいなっていうのがちょっと思います、うーん、そういうところもフェスの好きなところの一つですね、うん、なんかもうそれぞれいろんな遊び方してて、うん、あの空間がやっぱいいですよね、うん、後ろの方で揺れてるおじさんね、はい、ビール持ってこう揺れてるおじさんでも私もそういう感じでずっと揺れてたいと思っちゃう、ビール持って揺れてたい、最高ですよ、ね、最高ですよね、うん、本当、はい、でも本当にじゃああれなんですね、じゃあ私たちがキャンプフェスをやるってやたってなんかこうアドバイスみたいなのとかあったりするんですかね、まず誰に向けて発信したいか、はい、どんなことをしたいかっていう、こう、まあ、そうですよね、ゴールをちゃんとまず見た上で、うん、そうするとなんかいろいろ湧いてくると思うんですよね、うん、やっぱそこだけはブレない、いろんな人の意見が出てしまうのを、いや俺はこうだこうだっていう、その意思があるとやっぱ強いフェスになるっていうのは結構先輩方から教えてきてもらってます、なるほど、
ぶれない軸だそうです、ね、え結構ゆるくラジオが始まってるの で、ね、で今現在このラジオだいぶブレ気味なので、ね、ちょっとね引き締めていて軸からね、軸からブレ気味なんですけど、はい、ブレない軸がやっぱ大事だそうです、うんうんうん、勉強になります。その他にはなんかこういうことやった方がいいよ、こういうことをなんか勉強した方がいいよみたいなのあったりしますか？フェスをやる上でじゃないですけど、うん、具体的だと思う。予算の管理とスケジュール、そっちの話になっちゃう。具体的でもね、大事ですもんね、会社的なね、まあ、あと場所ですよね、うん、場所、場所、やっぱ自分たちが行って気持ちいいな、良かったなっていう場所が見つけられるから、これ本当リスナーのお客様たちにもね、教えてほしいとこなんですよ ね、 すね、確かにここ良かったよとか、うんうんうん、ここのは音楽フェスできそうだよみたいなところを、うん、どしどしハッシュタグ、ね、キャンプフェスラジオで送ってもらいたいっていう、ここいいかもみたいなところでお客さんがもしかしてつながってたりもしたら、うんうんうん、で紹介もしていただけるかもしれないですよね。だからもう本当に聞いている皆さんと一緒に作るラジオ、一緒に作るラジオ、協力してくださいぜひお願いしますっていうですね。もう一つはやっぱりフェスって一人で作れなくて、いろんな人がこう見えないところで関わっていて、その人たちをやっぱり仲間というかチーム作りをしっかりして、みんなでどう作っていくかっていうのをちゃんと、そうですね、大事ですね。このフェスだから、じゃあこのチームでやろうみたいな組み合わせみたいなのも結構大事ですよ ね、うん、ね、先ほどちらっとお伺いしましたけど、フェス作りでこの富士&さんだと500人のスタッフさん、うん、はい、そうなんですよ村ですよね、はい、そうですね村ではありますよね、村ですね、確かに今関わってるんだ、500人のスタッフさんが、ボランティアさんも含めると、はい、やっぱその地元の人たちの助けもないと、やっぱりフェスってできなくて、どっちかというとなんか、ね、外から来た人がとかいうふうになってしまいがちなので、うん、やっぱりその地元の人たちとどう、 こう一緒にやっていけるかとか、うん、そういったところを一緒に意識してで、やっぱ集めていくと4、500人ぐらい、人数に藤山さんもなってしまって、すごい規模、はい、なんかもう話聞いてて泣きそうになるっていう、500人の裏作るんだみたいな、ね、うーみたいな、なんかグッときちゃいますよね、ゼロからそこを作っていくって、そこがやっぱお仕事の楽しさでもあるんですかね。楽しみ、そうですね、楽しみもあって、うんうんうん、一番なんかいい時ってなんかもうフェスやりましたで終わって最後こうどんどん元の形に戻っていく、現状復帰をしないんですよ、うんうん、はいはい、あの時にこう何ともこう感じられるというか、なんか胸に刺さる何かが、一つの物語が終わったじゃないですけど、はいはいはい、あの時のなんか快感といいますか、あ、逆にそっちなんですね、なんかこう出来上がる開催のこう喜びも強いけど、それがこう解体していく時の達成感みたいなのも感じるってことなんですか？そうですね、やっぱそれまではずっとプレッシャーとかいろいろあって、終わった時にこうシーンとなっていて、僕一番最後までいるんですけど、うん、何もなくこう無音になった時、昨日は祭りの後ですよね。そうです、祭りの後ですよね、うん、何もないところにステージを、ね、一から、ま、ホールとかだとステージあるじゃないですか、うんうん、もう何もないところにやるそのお祭りならではの、1日だけとか2日だけしか存在しない空間みたいな、めっちゃ非日常ですよね、それで、ね、本当ね、本当に感激しちゃう、そんなのなんか、うん、本当ゼロからだもんね、うん、自分たちが普段やってるのイベントとかね、クラブ借りたりとか劇場借りたりとかじゃないから、またね、確かに、ゼロから空間を作っていくっていう面白さと、うん、怖さと、もうそうですね、なんかリスクと緊張じゃない、緊張してみたいなね、何かがあるか分かんない、自然の中でっていう、なんか、はい、天候もね、あるし、天候もあるし、うん、なんか私すごい一個だけ気になったことがあるんですけど、全然関係ないんですけど、はい、松本さんの趣味にホルモン焼肉って書いてあるんです大好きなんですよ、はい、え、これ家で焼くとかじゃなくてですか？いや、まあ、でも、 もう週に1回どっか焼肉屋さん行くぐらいのペースぐらいなんですけど、ちょっとホルモンが大好きすぎて、はい、この話をさせたら止まらないかもしれない、止まらない、フェス作りと違うものになってしまうはい、そんなになるほど、そうですね、うでもみんなお酒好きですよね、お酒も飲まれる、お酒大好きです。ああ、ちょうど藤原さんなんですけど、地元のクラフトビールさん、ブラリマイクロブラリも含めて今回企画で出店しますけど、飲み比べセットもその時だけでみんなでやってくれるセットが、ちょうど最近僕クラフトビール今流行ってて、自分の中でわかる、ちょっとこれはすごい楽しいです、静岡の、はい、
醸造が3つと、まあ、あとはクラフトビールのお店と4店舗合同で、はい、あれいつでしたっけ5月？13日、14日あれ知ってました知ってました来月の放送ちらっと、はい、いや私行こうかなって思ったんですけどそしたら全員いなくなるっていう僕らあっち行ってますおかしくないですか2回ぜひちょっと終わって駆けつけてね、私行ってほしいっす、行けないのかなみたいな感じ、はい、思い出を伝えます思いは厚めに写真送ります、厚めに送ってください向こうで放送とかできますかですよね、面白いかなみたいな、そうですよね、行っていいかなみたいな気持ちになっちゃってきてダメでしょ最高、そっか楽しみですね、後ろの方で揺れてるおじさんがいたら僕なんでこうやって見つけてもらって、見つけてもらっていいですね、もうフェスはやっぱそれですもんね、そうですね、お酒とセットで、うんうん、ね、音楽と、そうですよね、うんうんうん、温泉とかもちょっといきなりして、そうですね、あと告知なんかあったりしますか、あ、なんか告知文章なんで、うん、なんかこうフラッと今言っちゃって大丈夫ですか、うん、あ、書いてある、はい、ちょっと大丈夫です、さっきお願いします、はい、どうぞお願いします、それをじゃあお願いします、はい、じゃあ、はい、5月の13日、14日に静岡県の富士山子供の国にて富士&さん23を開催します。音楽アーティストはアジアンカンフージェネレーション、織坂優太、木村カエラ、離れ組などが出演します。はい、静岡の食が楽しめる出店や豊富なアウトドアショップ、お子様も楽しめるキッズコンテンツ、そして富士&さんにしかないプロの冒険集団人力チャレンジ応援部によるアクティビティなど豊富なコンテンツも準備しております。はい、富士山のふもとでお会いしたいと思います。楽しみです、行きます、じゃあ行きます、おかしいだろって行きたいですの、ね、強い思いだけを伝えたっていうではですね、アフタームービーがございますのでご紹介させていただきたいと思います。前回のやつですね。本日はゲストにインフュージョンデザインのイベントディレクター松本さんとアシスタントディレクターの小谷さんにお呼びしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた来ていただきたいと、はい、ぜひ絶対ですよ、ちょっとラジオも言いましたね、ぜひ寄せください、でまたもうちょっとまたその時は掘っていきますんで、そしてですね、あのキャンプフェスラジオがフェスを開催する際はぜひ遊びに来てくださいって思ってます、はい、ぜひぜひ来てください、アドバイスもください、はい、ね、丸ごとアドバイスを何かあればご相談ください、はい、いいんですかお願いしますすごい力強いコメントいただいためちゃくちゃ嬉しい、じゃあ本当にその説はよろしくお願いいたします、お願いします、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。Making friends with radio and outdoors。Can you guess what we'll listen to next? That's right. Camp Festival Radio. Shibuya Cross FM から Yuki がお送りしている目指せキャンプフェスラジオ。初回の今日は、インフュージョンデザインイベントディレクターの松本さんとアシスタントディレクターの小谷さんに、キャンプのねフェスを開催するにはキャンプのフェスって言っちゃいましたけどキャンプフェスを開催するにはということで、はい、楽しいお話をたくさん聞きまして、うん、すごいやっぱり初回のゲストにはバッチリというかぴったりというかね、本当ありがたいです、本当もっといろいろ聞きたいぐらいでした、うん、本当ですよね、はい、なんか大事な軸みたいなものをいただいたみたいなね、そうですね、感じしますよね、うん、本当に、うんうん、でもちゃんとあれでしょ、僕らがやるときには遊びに来てくださるし、はい、なんだったらもう一緒に手伝ってくれるぐらいのね、はい、なんか言ってましたね、言ってましたよね、はい、ぜひ一緒にやりましょうって、はい、これアーカイブにも残りますんで、はい、証拠が大丈夫ですか、証拠あります、証拠ありますんで、はい、楽しみ、ね、なんか、楽しみです、ね、やっぱでもこうやっぱ実際キャンプフェスを作ってくださってる方たちに会って聞くとますますキャンプフェス行きたくなりますね、ありますね、うん、行きましょう今年は、行きましょう、行きます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 、さすがにね、はい、この番組やってて行かないのはね、行ってないですよね、みたいな、そうですよね、行きましょう、行きたい、今年は行きましょう、
まだね、いろいろあるもんね、こっからいろんなフェスがいっぱいね、もう山ほどあるんで、うんうんうん、はい、今年は行きましょう。あの今後あれですか、視察っていう言い訳がね、そうそうできるので、はい、富士山に視察に行きましょう。富士アンドさんに、はい、たくさん視察行きましょう。たくさん視察行きましょう。そうね、ね、仕事っぽく行けるもんね。仕事っぽく行けるから、こういうラジオやってるんで、キャンプの仕事なんですよみたいな。そうそうそう趣味じゃないんですよみたいな、ね、バリバリの趣味みたいな。そうそうそう、すごい楽しみことがね、うん、できていきそうで、すごい嬉しいですよね、本当に、はい、なんかお酒もね、楽しみな一つですもんね。みんなお酒好きっていうことでね、うん、もう本当なんかやっぱ話聞いてる途中ちょっとこうやっぱプシュって行きたくなります ね、 りますね、この感じは、ね、クラフトビールの飲みながらやったらダメなのかな、うん、ちょっと聞いてみます。どうなのかなちょっと慣れたらね、慣れたら、我々が慣れたらね、まだね、はい、時間とか全然ね、はい、分かってないのに、そうなんですよね、今飲んじゃうともうね、2時間ぐらいやっちゃう、まあ、いいかみたいな。そうそうそう時間オーバーしちゃうし、カシューンで切ってる、切るって言われましたからね。そうそうそうカシューン、カシューンで切ります。そうなんだね、確かに確かに、本当にスパイオリとかこれ来てるのかな、うん、あ、どうですかね、 DM 来てますか、ね、ちょっと見てみますね、お願いします。あ、これがですね、はい、まあさすがに初回からは来ない、初回はね、初回はね、うん、なかなか来てないので、はいはい、スルーしてください、はい、なかったことにしてください、なかったことにしましょう、はい、で見て、そう、あのですね、番組の公式 SNS、うん、ハッシュタグキャンプフェスラジオでは最近行ったキャンプの写真やお気に入りのアウトドアグッズなどの画像を募集していますので、本当ぜひね、皆さんハッシュタグキャンプフェスアンダーバラジオでいろんな画像とかコメントとか、このキャンプ場いいよとか、キャンプフェスできそうだよみたいな場所があれば教えていただきたいっていう感じですごい思ってるんですけどね、はい、コメントが何件か、お来てます、来て、嬉しい、コメントというか、まあ、あ、本当だ、うん、ツイッターの方ですね、ツイッターの方に、あ、すごいすごい、そうですね、やっていただいて、フェス参加経験ゼロだけど映画ベックの大規模音楽フェスとかしてたから、ああいう感じなんだろうなというイメージ、うん、ーでもなんかこういうコメントとかもらえるだけでやっぱり張り合いがあるね、うん、ますね、嬉しい嬉しい、うん、何かしら反応が返ってくると、うんうん、やっぱりいいですね、そっか、キャンプフェスラジオね、あのカタカナで、うん、ですよね、そうなんです、ですね、うん、はい、カタカナハッシュタグキャンプフェスラジオ、うん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 、今後どうでしょうね、どういった方をゲストにお呼びしてやっていくといいんでしょうね。そう、でも今日思ったのは、うん、やっぱりこのフェスのラジオじゃないですか、目指すラジオって、うん、でこうやって観覧の方もいらっしゃって、うん、なんかちょっとこうやっぱ音楽流れてみんなで聞く時間、うん、さっきはまあ VTR に入ってましたけど、うん、なんかそういうのを考えると、例えばアーティストさんが来てここでちょっとパフォーマンスする時間が少しあって、うん、とかなると、ちょっとそのフェス感も少しね、このラジオから出せたりとかするのかなと思いました。確かにこのラジオからフェス感もにじみ出ていったらもっと楽しいですよね。にじみ出したいですよね。にじみ出したいですよね。はい。うんうん、わかる。ここでだから皆さんがこう揺れてもらってたりとか、あ、もうね、そんなんやりたいですよね。なんかその前とかでなんかね、すごい微笑めまれた。微笑まれた。やってもらって、こちらもなんかこう空気感がね、うんうん、共有していくみたいなのがあるとすごい面白いのかなとね、うんうん、思っちゃいますよね。今後はだから、まあそういうアーティストさんだったりとか、うん、はい、自分が思うのは意外とコアだけど、はい、なんかそのステージを作る人とか音響照明の人とか、うん、いいですね、聞きたい、それこそなんかクラフトビールとかさっきお話が上がってたと思うんで、はい、なんかそういう確かにフード、うわー、確かにフェスのねフェスとかに出してる人とか、そう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 、ありそうな、ありそうな、はいはいはい、そのフードワゴンやってる人とか、だからそれで言うといっぱいいるよね、いっぱいいますね、幅広いですね、うん、結構、うんうん、でもキャンプフェスっていうと、もう結構いろんなところが広がっていくっていうのも楽しいですよね、うん、確かに、いろんな人たちに出会えるとか、いろんな人たちがつながっていくみたいなのも、うん、なんかキャンプフェスの楽しみなのかなっていう、確かに、ね、人と人のつながりっていうか、うん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 、あとアウトドアブランドのやってらっしゃる方とか、そうだ、うん、広いです ね、 ね、広い、一個一個ギアがね、はい、ありますもんね、はい、もうぜひねスポンサーになっていただいて、そうですね、あれなんか のそれこそクラフトビールとか、うん、ここなんか置いてね、でね、スポンサーさんでそれを美味しそうに、なんとかかんとか、でお送りしてますってやつですよね、ブハ、はい、ーって言いながらラジオするっていうのとか憧れちゃいますけど、感想の時にはビール開けるみたいな、そうそう、やりたいですよね、やりたいですねとにかく開けたがるじゃん
今日もう何回も出てますね、お酒の話。リアルに会うの2回目なんだけど、多分飲むの好きなんだろうなっていうのがね、ゆきさんにじみ出てるよね。大好きなんですよ、本当に。俺たちも飲むからね。そうですね、好きですね。大好きですよね。もうでもなんか2回目で分かってました、うん、5回目ぐらいからいける口。そうなんいける口やっぱり、ね、酒は切っても切り離せないからね。うん、お酒によって。本当ですね。今後を楽しみということで、うんうん、はい、SNS をね、皆さんぜひ DM、ね、コメントをいただきたいというふうに思っております。はい。はいはい、では渋谷クロス FM からお送りしました。目指せキャンプフェスラジオ。次回の放送は5月14日日曜日5時から。番組を通してリスナーの皆さんとキャンプフェスやアウトドアに詳しくなっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお聞きになっていただきたいと思います。お願いします。お送りしましたのはナビゲーターのゆうきでした。イエーイ、イエーイと、はい、あとですね、そして、ケイティと岩隈俊介でした。ありがとうございました。楽しみですね、うん、じゃあはい、やるの、これやるの。やりますよ。僕はね、もうちょっと先言いますけど、これ僕は反対したんです。え、反対したんですか。はい、でも1回目試しにやってみましょう。試しにやってみようかっていうね。いきますよ、はい、okay. それではせーの、目指せキャンプフェス。ありがとうございました。絶対ダサいと思うんですよねこれ。絶対ダサいよね。絶対ダサいぐらいがいいんですよ、このゆるさが。ありがとうございました。ゆるさが大事。ありがとうございました。